本日は2020年、3月の今日は13日ですね。10年前の医療は現代の医療にあらず、医療っていうのは常に進化する実学であり学問です。最近話題の COVID-19 についてもいろいろ知見が分かってきました。このご質問に答える前に、ここでも文献に基づいた発表された文献ですから、ある程度正しいというか、間違った情報ではないと思うんですけど、そういう文献に基づいての、致命率、救命率について、注目して、挙げていきたいかなと思います。もう COVID-19 に関しては、水際で食い止める、あるいは感染を止めるというよりも、救命率、致命率を救命率を上げ、致命率をどう下げるかというようなフェーズになって、皆様に安心して、治療できる病気となることを医学の進歩で願っていますので、必ず克服できると思いますし、そういう知見も現れてきてますから、いろいろとそれを見つけ次第上げていきたいと思います。それでは今日の質問ですけども、プラセンタを受けたいということで、毎月きちんと生理はあるのですが、ちゃんと排卵しているかどうか検査で分かりますか？現在44歳で2人の子持ちです。この度再婚したので妊娠を望んでいます。特に避妊はしていないのですが、妊娠しません。やはり高齢だからでしょうか？それと受診するには予約が必要でしょうか？プラセンターも受けたいのですか？ということですね。まず1点、妊娠したいということで、月経があれば、月経があって排卵があれば、妊娠の可能性は十分ありますけども、44歳という年齢を考えれば、少し流産率が高かったりとか、妊娠のしやすさで言うと妊娠しにくいというような年齢に入ってきてます。だから、やはり自然妊娠を待つよりも、どうしても妊娠したいというのであれば、治療、現在であれば、体外受精っていうようなレベルの治療まで、不妊治療で受けられますので、そこまでを、少し早いスピードで考えてみることをお勧めします。それと私のところでは不妊専門のクリニックではないのですが、そういうアドバイスに関してはさせていただくので、予約していただいても予約なしでも受けられるということです。それからもう一つ、プラセンターについてですけども、これがその妊娠しやすさを手助けするかというと、それはちょっと分かりません。分かりませんけども、更年期障害に使える医薬品ということで、プラセンターのメリット、デメリットを下に貼っときますんで、それを読んでいただいて、納得していただければ、もちろん受けていただいていいと思います。まずは、基礎体温をつけてご相談に来ていただくことかなとは思います。それでは時間待ったんで、手品します。この赤いハンカチですけども、この赤いハンカチをくちょ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 指の中に入れちゃいます。指の中に入れて、赤いハンカチが指の中に入ったとしたら、なくなりました。